昔々、ジャックという元気の良い子供がお母さんと暮らしていました。もううちにはお金がないから目押しを売ってきてちょうだい。お母さんにそう言われて、ジャックははいはいと牛を引いて出かけました。少し行くと肉屋に会いました。いやあジャック、その牛をこの豆と取り替えっこしよう。ほら、きれいな豆だろ。いやあ、きれいな豆だね。さあとも、こんなきれいな豆はどこにもないで。欲しいだろ。え？牛と替えっこしよう。うん、そうしよう。ジャックはあっさり取り替えっこしてしまいました。まあ、なんてバカなことをしたんでしょう。お母さんはジャックを叱りつけて豆を庭へばらまいてしまいました。目牛を1粒ほどの豆に変えるなんてもう呆れてものが言えないわ。でもお母さん、とても綺麗な豆なんだもの。ジャックは叱られて悲しくなりました。そのあくる朝です。わあ、すごい！ジャックはびっくりして飛び上がりました。一晩のうちに豆が芽を出し、ずんずん伸びて太い茎がもつれ、ねじれ、まるではしごみたいに空高くそびえているのです。どこまで伸びるのかしら。登ってみようか。ジャックは豆の木に飛びつきました。どんどん登ります。ジャックが登る間も豆の木はどんどん伸びて、白い雲を引きのけ伸びていきます。下を見ると目が回るので、ジャックは下を見ないで登り続けました。よいしょよいしょ。だんだんてっぺんへ近づきました。豆の木から降りたところは砂漠みたいに何にもないところでしたが、向こうの方に立派なお城が見えました。ジャックは、すごいお城だな。どんな人が住んでいるのかな。見に行こう。そう独り言を言って、どんどんお城へ向かって進みました。すると、まあものすごく大きい女の人がいて、おやちっぽけな子供が来たね。私の手伝いに雇ってやるよ。だけど気をつけないといけないよ。このお城は大きな男のもので、お前なんか一口で食べてしまうからね。男のいるときは隠れておいで。そーら、足音が聞こえてきた。おいしそうな人間の匂いがする。腹が減った、食ってやる。そう怒鳴りました。女の人が象のビフテキをテーブルに出して、人間なんかいないよ、この象のビフテキを食べな。本当にお前さんは大食いだ。皿洗いが大変だ。とこぼしました。大男は象のビフテキをむしゃむしゃ食べました。
それから鶏を出して、おら卵を産めと言うと、鶏はおらあと言って卵を産みました。それは金の卵でした。ジャックはそっと見ていてびっくりしました。今度はお金の勘定だ。大男は大きな袋を開けて、お金をパラパラこぼしながら嬉しそうに勘定しました。このお金は昔ジャックという子供の父親から取ってやったものだ。父親を殺して取ったんだ。ジャックはびっくりしました。この大男はお父さんを殺した悪者だったのです。大男が、たてごとよなれと言うと、たてごとは一人でポロンピリンときれいな音で子守歌を鳴らしました。大男は気持ちよさそうにぐうぐうといびきをかき出しました。まるで電車が行ったり来たりするような大きないびきです。大女もとっくに寝ています。ジャックは今だ。ニワトリと盾ごとを金貨の袋に詰め込んで、肩に担いで逃げ出しました。大男が目を覚ましたら大変です。そーっとそーっと、ところがなかなかそうはいきません。鶏、帰っちゃいけないよ。ジャックはお城を抜け出し、豆の木に伝わって降りてきました。大男は目を覚まし追っかけてきました。うわー大変、とっ捕まったらひとひねりです。ジャックは慌てました。どんどん降りていきます。大男もどんどん追っかけてきます。お母さん、斧を持ってきてください。ジャックは飛び降りて斧をと振り下ろしました。豆の木を切り倒そうというのです。豆の木と一緒に大男はものすごい音を立てて落ちました。首の骨を折り死んでしまったのです。ジャックとお母さんは悪者の大男を退治して幸せに暮らしました。ジャックが目牛と豆を取り替えたでしょ。あれはジャックに勇気があるかどうか、神様がお試しになったのだということです。それではジャックと豆の木のお話はおしまいです。